最近したデートの内容を教えてください。ねえよ。え、今度え、ペペレッドカード退場。バーカボーン、そいつがムパンだ。世界観かば焼きってこれで合ってます？ああ、合ってる。次はお前だボス。超逃げて、こっちにパカ。そっくり。でも色が薄いね。きったな。オブラートに包め。ほら見てください。む、関係せずに持って帰ってきたのか。今すぐ私によこしなさい。自宅の両隣が右翼思想と左翼思想だったら空も飛べるはず。飛べるか。遭難3日目、食料が尽きた。体力も限界だ。田中山田、何してんねん。トランプ買った。大富豪やろうぜ。やり方知らないんだ。田中山田、なんでやねん。もうここで学べることは残ってない。実践しようぜ。保健体育の授業で田中がぶっ飛んだ提案をした。田中、廊下に立っとれ。相手の意表をつけ。都の監督の言葉を忠実に守り、一塁からホームインを目指す田中。そういう意味ちゃう。ニワトリ役の田中が奇跡を起こす。フェニックスやん。やっぱ田中の特殊能力、後頭部でラインが引けるは役に立つな。いらんわ。ドナルドが転職を決めた理由、肌荒れが治らない、髪の痛みがひどい、モス食べたい。食べたかったんや。なんだカバオか。助けたれ。具合悪いな。くしゃみも出るし。風邪かな。重症やな。試合前にイメトレしてたやつが砂を集め始めた。めっちゃイメージするやん。たかしくんは風速90メートルでサトルくんの家の周りを歩いています。うちのサトルが何をしたって言うんですか。通報しろ。郵便物を入れるとそれを誰が出したかわかるんだ。本当出た。なんちゃらら鈴木家なんとか3-15-5なんとかする。なんとかスネ夫ぐらい読め。あんたたちどうやって子供産むわけ。どうやってって誘ってるんですか。そういう意味。まだ本腰を入れて探してはないが、鍵がない気がする。あるよね。ギグギか硬い。いい。こんな硬いスルメは初めてだ。くっちゃくっちゃくっちゃ。これ家の鍵だ。何してんねん。今度門限破ってみろ。お父さんこの格好で参観日行くぞ。すいませんでした。なにこれ、大きくなってる。初めてのスーパーマリオ。俺のも大きくなって。時間停止もの AV、 局表示の疑いで消費者庁が注意喚起。調査では9割がやらせ、残りの1割はどうなってんだ。1割本物。田中君が提出した夏休みの自由研究、30分でできる学校制圧シミュレーションがガチすぎて緊急職員会議が開かれる。やってみたい。だから田中君が私に好きって言った。それでね、それでね、田中君が不死身か。天10月13日、田中君の視力検査がかっこよすぎた。筋肉えぐ。行けたら行くわ。で、有名な田中がいつも陰でどれぐらい努力しているか意外と知られていない。努力してくれてたんや。こいつウルトラマンじゃねえのかと思わせる田中君の行動。誰も田中君とウルトラマンを同時に見たことがない。ウルトラマン見たことねえわ。昼休みでもないのに10分休憩を全力で遊ぶ田中。どこで遊んどんねん。田中、先生とペア組もうな。な、余ったんやな。田中のコンパスが学年中の話題に。コンパス？あーん。どうなっとんねん。俺らにも印税よこせ。カメラ止めて。異常なし。バリ異常なし。異常しかないわ。禰豆子だけはまだぬくもりがある。医者に見せれば助かるかもしれない。世界観。来たろ来たろ来たろ。うまそうやな。わっ、のび太さん。のび太、こいつ悪魔やろ。ちょっと待って、もう一個出すね。アウト。どうしてそんなに0点ばかり取るんだ。テストの時は教室に入れてください。廊下に出すな。何やってんだ。ドアこちらのに。また行き過ぎた。どうしても入れない。暇の潰し方が斬新。極めとるな。言われてみればその通りだ。日本人が作った未来のロボットなら普通美少女型だろ。確かに。高井さんのもみじがすっごく綺麗だって。行ってみたいわ。今度の日曜日行こうか。酸性。アルカリ性。中性。余計な塩分入ってた。なんでわかんねん。飛べよそれな。やだ、遊園地行くもん。病院行け。祝日だけど会社休みじゃなかった。ああね。おい、よく見ろ。目の前にいるのは君がいつも通ってる店の女王様じゃないぞ。ああダメだ、もう彼の中ではプレイが開始している。ヒーローが店行くな。何これ、どういう趣旨の詐欺。もしもし、俺車で事故ってさ、慰謝料請求されてるんだよ。でさ、弁護士いないからさ、司法試験受けてくんない。司法詐欺。エビエビヒールド展開。まるで反省しとらん。よろし、君の家に行ってお母さんになってあげる。きっしょ。赤ピクミンは火に強い。ぼーぐい、お前は何に強い。すいませんでした。一人で背負うな森崎。そうだ、サッカーはチームスポーツ。この2失点はお前だけのせいじゃない。あ、また入った。もうやめちまえ。え、モデルに私が。ああ頼むよ、本式にモデルを使って勉強したいんだよ。いいじゃない、芸術のためだ。ダメ、こんなに頼んでも。ふーん、ほー。あれからジャイアン行方不明だってさ。おー、ネイティブチェンジしすぎて店長来た。トラウマになるわ。海賊王になりました。何やってんだお前。これが最終回。1時間余り前、僕はそこにいたんだ。ああ、
気持ちよさそうに寝てる。未来を見るスイッチもあるぞ。今から30分後、この空き地で何が起きるか。クレヨンしんちゃんになってる。リアルタイム。お母さん、トイレットペッパーを持ってきて。トイレットペッパー Please give me to トイレットペッパー As soon as you can Please find this message Jesus。 部長すいません、間違えました。なしゃねん。ピッコロの生絞りよ。ピッコロさん、クッキーを作るとき大切なのはオーブンの温度じゃないのよ。ハルラじゃねえよ。言ってねえよ。ブロードウェイミュージカルの茨城は茨城じゃなくて茨城なで、楽天が旅立つ感動のクライマックスシーン。茨城。バイキンマンさん暴行事件、犯人逮捕、容疑者は別の顔がやったなどと供述しており、容疑を否認しています。本当に別の顔なんやな。静香ちゃんが言わないこと。のび太さん殴っていい？お風呂なんか大嫌い。ジャイアン、確かに言わんな。いいのかい、ホイホイ頼んで。俺はあんなことこんなこと構わず叶えちまんだぜ。ホルエモン。王子がズボンを脱ぎ出した。なせんねん。そうか、ゾロ、お前も就職しちゃうのか。働け。肩に黄色いネズミを乗せた少年がバトルしようぜと言ってくる。いけ太郎、大爆発だ。大人と一緒。大人一緒。一緒。モモフォー。川に戻してこい。コナン君、光彦君が乗ってるバスがバスジャックされたわ。え、分かった。みんなは大至急心のおじさんにこのことを伝えて。僕はバスを追う。光彦は急いでバスに戻れ。なんでおんねん。うめえ、買ってもらえなくて泣きじゃくるてめえらの目の前で親の経済力に感謝しながら食うアイスマジうめえ。なんやこいつ。さあ今日はね、コウタくんが好きなあの方が来てくれてます。え、ジュバニャン、ジュバニャン。どないすんねん。なぜにゴジラ。パーフェクトボディネイティブ。だからおかけになった電話番号は現在使われてねえんだよ。使っとるやんけ。おはよう、さようならの挨拶は答えが返ってこなくてもしてください。うーす、あれしかとすか。あれ育っちゃってる感じかわいい。うぞ、外で遊んできな。ウフェボシキャー。どうした？背中にシーン乗ってるぞ。ほんとや。なかなかしぶといカバじゃったな。まさにカバ焼きっつってね。はい、ばあちゃんの口癖、うがい手洗い、そして殺す。ばあちゃん何者？わしももう自分で何作りてえのかわかんねえや。何これ。大丈夫？ギロ、お前のデコピン何なんだよ。血出とるやん。助かった。時間がない、とにかくここから逃げ出さなくちゃ。通り抜けフープ。宇宙空間へ逃げようってのか。説明は後、早くしろデブ。おめえもだろ。ホタル、これ節子やない、蛍原や。ほんとや。大好き。いい体。はあ、はあ、あと 42.193 キロ。始まったばっかやないかい。旦那よりいい。アウト。本能寺で変になった。なんかあったんやろ。仮装を済ませた親父が意外とふっくら仕上がった。ふっくらしすぎやろ。犯人が撃った弾が当たった時は正直死んだと思ったよ。だけど胸に入れてた雪見大福のおかげで助かったんだ。防げるか。お前水泳下手すぎだろ。お、めちゃくちゃ遠回しに行ってください。埼玉出身だったりする？埼玉県民に謝れ。お前のもの、お前のものだろ。誰よお前。ボラギノールを飲み続けて今年で3年、未だに痔は治りません。ケツから飲め。あー、ここでスイッチオンですか監督。何のスイッチ。いつ見ても面白いな。週に一度の楽しみなんだ。それにしても文句言うだけでお金もらえる野党議員っていい仕事だよな。転職するか。同様ブラックにしてください。課長さんが飛んだ、地方に飛んだ、精神的にやられ壊れて消えた。よいしょ。エマが大好きなサム、サムが好きなエマ、女王様が好きなエム。帰れドスケベ。大きくなる薬ってそういう意味じゃねえよ。違うの。ママ怒ってるだろうな。足がすくんで入れない。ただいま。あ、イケミエ。親父や。僕は騎士パンマン、君たちのヒーローさ。バイキンマン。消毒しなきゃ。若林、若しばずが出れない以上キーパー若林しかいないよ。そうだ若林さん。若林出ろよ。若林、若林さん。みんなポン。というわけだ、帰れ森崎。森崎なんかい。私が先に壊れてたんです。仲良くせえ。試合開始とともに先制攻撃。なしてんねん。これで結構は食べきらない。アウトー。言ったことがないと言ってるだろう。何をブラジルにこだわってるんだ。それでは質問を変えよう。君の国はどこですか？埼玉県だ。それがどうした？埼玉県はブラジルのどこら辺ですか？南の方や。帰っとく。いらないもの捨ててスッキリさせないと。ママのご機嫌が悪くなるばかりだ。何やってんだ、そのスッキリじゃねえ。はあね。おめえか、俺の名前をチンチンにしたのは。ごめんなさい。ここを通りたければ俺を倒し。やられるんかい。飼い主が崖から落ちたがなかなか手を離してくれない。離したれや。おじさん誰？その自転車の持ち主だよ。あ、そっち？勇者吉田沙織よ。魔王を倒すには伝説の剣を手に入れる必要があるぞ。倒す前に言ってよ。強。珍しく見張りが手薄だったので脱獄に成功したと思ったら、監視たちがサプライズお誕生日会を開いてくれてて、プレゼントにケーキをくれた。おめでとう。この国の部屋もジャパネットが負担します。お願いします。登山客はおやつに入りますか？ 300g までね。玉のお箱、ヒフミンが高クオリティ。ちょっとうざいな。親方、空から女の子が。の待機後
を教えてください。お嬢様、土の中から親方が。事件じゃ。やっと参ったか。恐ろしい敵だったな。刀を振ります。極東のソルジャー、確かサムール。サムライでござる。なしゃねん。ミスをしても不調でもいつも笑顔でこちらを見つめるファンがいる。ある日スタンドから初めて声をかけられた。気をつけろ、近くに別のスタンド使いがいるぞ。あ、そっち。ママ、隣に大泉洋いるんだけどサイン欲しい。あー、そっくり。毎年恒例の1年前に戻る儀式。そういうシステム。母さん。ええ、この木はフリーダですね。世界観。貯金3000万、年金で楽勝生活してるおばあさん。年収250万、ブラック勤務で通勤片道2時間かかる私がやっと座れた席をどうぞ。ツッコミづらいわ。新世紀ソープランド美女襲来、出てくるのヴァンゲリオン。ツッコミづらいわ。背後の達人モサやん。友達だ友達だ友達だ。宝くじ10億当たったらこれ。はあね。見つけたよ、触ったよ、逮捕されたよ。なしてんねん。後半へ続く。何があった。キコリアンパンマン、クビになったアンパンマン。交番。コンコン。ただですね、お薬出しときます。次の方どうぞ。なんでわかんねん。昼寝ばっかり。勉強とか野球とかすることなんでもあるだろ。なんでその口誘ってんのか。あ、そういう関係。脱税疑惑に揺れる花沢不動産。ちょっと署までいらっしゃい。一人残された娘の悩み。録画しよう。3人集まれば解けない数式はないと言われている数学三重士の彼らに恋の方程式を尋ねたらフリーズした。誰か公式を用意してやれ。何かしらこのボタン。勝ち。粉雪。勝ち。粉雪。勝ち勝ち勝ち。ここ粉雪。遊ぶな。ちょっとアンパンマンの案が足りないから便所に行ってくれや。アウト。あちらのお客様からです。ペラペラしてやろうか。捕まえてこらってにこれ以上嘘をつけますか。嫌いです。僕プーチン、プップップ、プーチン、ランランラン。今の見たかね。いや大丈夫です。優秀な部下。お姉ちゃん、やっぱりこの森なんかいる。めいちゃん。出川より普通にジャニーズが好き。これがリアルだから。ドラえもん、こっち下がらないから蹴ってよ。知ってるだろ、足が届かないんだよ。短足デブ。和式トイレの使い方で分かるあなたの性格。綺麗好き、めんどくさがり屋。駅ならこの道をまっすぐですよ。ありがとうございます。4番かな。いや、腕を落としたようだね。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。ライバル同士だと。クックック。じゃあいいものは見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。正解だ。先生、ヤムチャ。残り一人で学級閉鎖になるという時、保健室に熱を測りに行っていた田中がまっすぐ先生のところに向かっていく。田中。バイトの名前が全員田中の上。田中 A がシフト B、 田中 B がシフト C、 田中 C がシフト A で、もうわけわからん。名字で書くな。田中のバーカってふざけてたら、その辺にいたのが全員田中だった。多いな。ガイドの田中さんに渡してください。田中に言えよ。徳山先生を殺したのは誰。容疑者21人の生徒、怪しい校長、不気味な副担任、陰鬱な古文教師、謎の用務員。犯人の田中。犯人出とる。1対2分の1たすルート5。田中んちのカルピスの薄め方が独特。濃いか薄いかわからん。あいつの名前がここまででかかってんだけどなっていう田中を検査したけど、大してでかかっていなかった。そこどこ。いつもおとなしい田中さんが急に始めた一発芸にみんなの緊張が走る。それだけはやめとけ。欠席した田中の家にプリントを届けに来たが、震えが止まらない。世界観。転校する田中くんへの寄せ書きが一人目でいっぱいになった。涙が止まらんな。あれ、おかしいな、弁当がね。田中のやつ弁当忘れたのか。おめえのちゃうんかい。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配しないで、のびのびと育ってね。来世でな。じゃあな。よし、名前通り骨と代わりになったな。もう事件じゃ。くす、汚れったらのび太ついてるわよ。きったな。へえ、休館長買ったの。言葉を喋るのか。見りゃおいでよ。静かに、もうすぐ喋るから。スネオ、スネオ、素敵素敵、スネオ偉い。スネオさん、たけしさんのような気持ち。ああ、あと今度はチョキしか出せなくなった。まずそう。一緒に寝ない。左腕も切り落とすわよ。こわ。あなたは弱虫よ。先生に叱られたぐらいでガンガン怒られちゃった。明日はもっと汚い言葉で罵ってもらおう。それがいいだろう。いい性格しとるわ。排水口から抜けなくなった。何してんねん。3分待ってる間に気が変わった。いい笑顔。あなた、お帰りなさい。今日は早かったのね。おるで。ここ掘れっつってんのに、ジジイが掘らないから自分で掘ったが何も出なかった。埋めとけよ。おなるど。アウト。ここは夢と魔法の王国。みんなの願いが叶う場所。だけど全て有料だ。夢覚めるわ。俺は今 USJ って言った。ああ、終わった。現場です。これ絶対やばいっすよ。支店です。キャストを除き問題ありません。社長、大方順調です。ああね。大丈夫、妻には出張って言ってあるから。後ろおるで。聞いたよね、早めのパブロン。のリズムで
とんでもないことを言ってください。見たいよね、裸にエプロン。めっちゃ見たい。引きこもりの田中が少し心を開いてくれた。田中、芸大を受ける田中のマークシートすげえ。はよ解け。田中から借りた AV が序盤からヤバい匂いしかしない。やりますね。先輩、田中来ましたよ。こっちこっち。俺田中のことはこんな背丈だった頃から知ってんだよ。最近っすね。結構でかいな。修学旅行で俺寝相悪いんだよなと言ってた田中が翌朝傘立ての中から見つかった。どうなっとんねん。次の電車は E233系、重量編成、乗客452、運転手はベテランの田中さんか。はい、どかんかい。田中の強烈な感情で一瞬走馬灯が見えたが、どうやら過去にも同じのを食らってた。もう言っとるやん。田中、田中なのか。ああ田中、え田中、やっぱ田中なの。ああやっぱ田中、やっぱ田中。ああ田中、どういう状況。富永さんがコピーを取っている間に1枚の書類が突然消えた。そばにいたのは婚約者の樺沢さんと書類を盗んだ田中さん。おい犯人。たかしくんは1個70円のリンゴを4個と1個20円のみかんを8個買おうとしていたら、お隣の田中さんの奥さんにお使い偉いわねと話しかけられました。この日のたかしくんの帰宅時間を答えなさい。ただし田中さんのご主人は週末まで出張中とする。週明けの朝、見て僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタに届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。カメラ止めろ。ダメです、マルコさん。そんな風に下を動かしたらつまり行くでしょう。ここで行く。肛門へ続く。続くか。何のシルエットかすぐに分かった人は注意。やあみんな、俺だ。求めましょう。求めなさい。求めよう。さっき求めたでしょ。おじいちゃん、自撮り棒が欲しいんだけどママが買ってくれないんだ。だったら僕が自撮り棒を作ってあげるよ。ちょ逃げて。あれ、匂いが全然しない。味も感じないし熱も出てきた。コロナや。スタイダー、帰れ。ズズーうげ。もう一発だし。クロちゃん、今日から一人でお風呂に入りなさい。おいおっさん、それではリストラ対象者を発表したいと思います。ドゥルルルルルルルドゥン。俺かーい。じゃあな。一人と数えたらいいですか。一票と数えたらいいですか。一人じゃ。昔の人、地震雷火事親父、現代版は地震雷マジマンジイエー。一緒に笑える奇跡、ありがとうと言える奇跡、共に喜びを分かち合う奇跡。それでは聞いてください、グリーンで奇跡。明日今日より。誰だ。わからんくなるわ。先生、見えないんですけど。下から見ればわかる。もしかしてあんたがキラだったのかい。世界観。みんな顔を伏せろ。昨日職員室の窓ガラスを割ったやつは正直に手を挙げるんだ。よし、全員手を下ろせ。全員かい。ねえドナルド、教えてよ。 KFC って何の肉。汚い不衛生なチキンさ。後ろおるで。しれっと帰ってくるジョンがやられたか。まあいい、やつは我ら四天王の中でも最弱。うん、お前やな。我が社で開発した田中型佐藤です。佐藤です。おお、なんという田中感。結局どっち。ここは田中家です。田中家以外の立ち入りはご遠慮ください。山田、田中じゃないの。バッテリー残量が少なくなっています。ちなみに田中のはあと 20% です。なんでわかんねん。どうも田中です。くるぶしさん、朝だよ、起きて。神よ、我がくるぶしに光るよ。やばい人や。解禁賞まであと3日の田中が交通事故にあったと聞いていたが今日も来た。不死身か。肉まんは形、大きさ、感触が乳房とよく似ている。職員室に呼び出され、そして伝説となった田中の自由研究。肉まんはおっぱい。水が顔につくのが嫌いな田中の泳ぎ方。どうなっとんねん。散々いじめてた田中が久々に投稿してきた。10人以上の土下座を初めて見た。えぐ。自由研究で店長を想像してみたが、仕上がりが気に入らないので叩き壊す職人気質の田中。神やん。先生がよく言うこと。はい、注目。ここテストに出ます。そうだな、今日は11月1日だから11番の田中、この問題解いてみろ。1番と思わせといたら11番。あ、パンツの話。パンツ。入学してから一言も話したことない田中が口を開いた高3の夏。帰れ。名探偵コナン、異次元の死亡率 100% やからな。ジブリ作品とディズニー作品を混ぜてややこしくしてください。ホタルの、はは、笑うな。人手アンパンマン、方向性を見失って人手に姿を変えられてしまったアンパンマン。なぜに人手。お前は生き別れてない弟。生き別れてない兄さん。ただの兄弟。ジジョジョジジョジョジジョ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 ジジ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 ョジジョジョジジョジジョジョ。思い切ってクラスのマドンナに定規を借りようとしたが少し噛んだ。俺やん。えギリヒュ。物見たと。飯はまだかと言っとるんじゃ。ジジ、それや。シェリー、まさかこんなとこにいたとはな。私はフレです。どちらかといえばフェリーです。世界観。質問に答えろ。仲間になるのかならないのか。草くらいだ。大人には敬語を使え。大便召し上がれだろう。そういう意味ちゃうわ。こんにちは、アイト先生。あ、葵ちゃん、どうしたの？その…イエーイ！空前絶後の！うるさ。なんか当たった！
俺の足だよ。なせんねん。これで起きる事件が2倍だぜ。増えるな。俺がこの道を通すと思うか。怖。2回もひったくり成功した。いい笑顔。エラーなんかしやがったら命はないと思え。イエーイ。何やってんだバーロー。のび太が悪い。試合中ぼんやりするからだ。さっきはひどいこと言ってごめんね。おめえやったんかい。1年間同棲してた彼女に出て行かれてさ、辛くて悲しくてもう立ち直れないと思ってた。そんな時冷蔵庫を開けたら、おプリンいただきます。プリン強。童貞ちゃうわ。田中が新しいドレミの歌を作り始めた。どんな歌やねん。キャンプ場で遭遇したら嫌なものランキング、3位スズメバチ、2位クマ、1位誘わなかった田中くん。なんかごめん。便座ブロックがそれぞれの風に効いていく中、仮病がバレた右端の田中。どこ聞いとんねん。吉永さんのリコーダーの一部がなくなったから、今から。おい田中、まだ終わってないぞ。おい田中、待って田中。やったな。クラス1真面目な田中くんの机の中から出るわ出るわ、なくなったはずの女子のリコーダーがこんなにも。どんだけ取っとんねん。どうやら賢い生き物みたいだね。壊れた田中が何か言ってる。壊れとるんかい。ダメだ、考えることを放棄してる。考えることが怖いんだ。センター試験スタート5秒で鉛筆を空中に放り投げる田中。なんで受けた。給食のカレーを鍋ごとこぼした田中への視線が冷たい。絶対切れとるやん。さっきまでトイレ行きたいと言ってた田中が新しいステージに入った。顔言っとるやん。やばい、先生が来た、みんな寝たふりしろに間に合わなかった田中。シャチホコ。ハッピーエンドに転んで弁当を道路にぶちまけてしまった。しかし詰め直して田中くんにあげたら喜んで食べてくれた。よかったな田中。闇に隠れてしっこる。なしやねん。ドラえもんはなぜ青い。ちなみに静香さんの今日の下着履いてないわ。エクセレント。わーお。カーボン人になりてー、天才になりてー。さっき抱き合ってましたよね。チーズどうした。消費税アップ。てめえの給料減らしやがれクソ政治家どもが。そうだそうだ、おかしいなー。どうしてくれるんだよ。ママに言いつけてやる。待ってくれ、どうすりゃいいんだ。ドラえもん来てくれ。こちらスネーク、大変なことになった。どういう状況。コーヒーカップから降りた田中の様子が絶望的。もう死にんやん。田中飲みすぎだよ。入ってしまったか。さっきからお腹が痛いと言っていた田中の顔色がおかしい。絶対漏れとる。トイレに行くことを先生に拒否されていた田中くんが急にスッキリした顔になった。満足しとるやん。航空券が買えず修学旅行に行けないはずだった田中が、空港の荷物受け渡し場所のベルトコンベヤーから流れてきた。その体勢で。子供たちに見せたくない雑誌やビデオ DVD などを入れてください。絶倫の田中が夏休みの自由研究でとんでもない力作を作った。天才や。貧乏で白と黒の絵の具しかなかった田中の絵がまさかの優秀賞受賞。柴崎さんやん。今日学校休んだ田中にプリントを渡すよう頼まれたが、超絶めんどくさくなってきた。えぐ。田中の家に行く途中、田中に走り幅跳びの記録を聞かれた理由がなんとなく分かった。届くか。先生を描くというお題でクラスの田中だけセンスがズバ抜けてる。深いな。この人参飼育員の田中さんだな。あの人が切ると舌触りが違うな。ベテランだからな、新人だとこの食感は出せんよ。何がちゃうねん。ホグワーツで一度も画面に映らなかったけど、ハリーと同期の鈴木、田中、山下。帰れ。ふざけんな。ゴムしなくていいよ。いいな。走るの楽しいか。紙持ってない？のぐそすな。あと1チュルスを取ればチョトボラスが叶う。自分を信じろ。行け、俺の桃のニュルストとペペ。全部わからん。盗んだバイクでクリスマス。返してこい。おや、16番は欠席か。じゃあ26番、森沢エリナにやってもらおう。嘘。カナダのクローネンバーグさんは医者、医学が得意で、なんだ、よしをしてきとらんのかね。うるせえんだよハゲ。残りの剣むしり取るの謝りなさい。はい、すいません。立場逆転。わかったか田中。田中は俺です。すまん小林。小林は俺です。そいつは竹下です。わかったか竹下。僕吉田です。誰がどれ。田中。吉田です。田中。木村です。田中だよね。薬師寺です。山田こっち。どこ。多すぎるわ。体育祭前日の運動の苦手な田中、山田、鈴木の3人の雨乞いが本気。あくまでそうやん。街を破壊するゴジラを自らのセクシーだけで止める田中。田中の遅刻の理由があまりにも嘘くさいので、みんなで見に来たら全部本当だった。ガチなんだ。グレーテル、釘だけは本物だ。このお菓子の家、釘だけは本物だ。食う前に気づけ。すぐにマグロを用意しろ。あと骨付き肉も。わあ、助けて。かわいい。はあ、はっはっは。立ち寄った。この年で立ち寄ったぞ。じさんやるな。クリームパンマン。アンパンマンの顔にクリームを入れて作られた。アンパンマンほど甘くない。バイバイキー。返すかよ。怖。お兄ちゃん大好き、お兄ちゃん大好き、お兄ちゃん大好き、お兄ちゃん大好き。カメラ止めて。ハリーポッターのヒロインは誰。876543210。田中、ここは俺がジャンガジャンガしておくから、構わず先に行け。やばねえ。はい、ジャンガ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 ジャン。教科書に大事じゃない部分はない。という田中の教科書を借りたら、すべての行にマーカー
ター弾いてた。読めんわ。歌手足し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 、お仕事に2万円もらえるけど田中の家に穴が開くボタン。田中、歴史の語呂を覚えましょう。710年、納豆が嫌いな田中と夢を追いかけ東京へ。ビッグになるまで帰らないぜ。ヘイ長京。やかましいわ。気がつきましたか。みんなで田中の悪口を言ってたら30分前から後ろにいた。笑顔怖。上を向いてた田中が、あーやっと鼻血止まったと顔を戻した。致死量や。なんなんその服ダサ。今すぐ返してき。レシート持ってんの。見てみ、田中さん笑いすぎて気絶してはるで。ほんとや。先生、田中くんの気分が悪いみたいなんで保健室に持っていきます。首だけバツン。私の名前は田中太郎です。死亡動機は。どういう状況。10人分のドリンクバーを頼まれた田中がもう一度聞きに戻ってきた。分けてけ。いただきますしないと食べられない田中は早弁に向いてない。いい子やん。その話詳しく聞かせてくれないか。俳句の授業中、お母さん今日も一人でアンアンアンという俳句を読んだ田中に俳句で食いつく松尾先生。先生も俳句も問題あり。2年間ユニフォームを洗ってこない田中が臭すぎてやばい。いい笑顔。店長、パートの田中さんインフルエンザで無理らしいです。僕2時間延長しますよ。レッドブル飲んだんで。顔決まっとるやん。のび太くん、5文字変えたらドラえもん。絶対変えたののび太やろ。隣の人の答案をカンニングしたけど答えが違うので他の人のを見る。顔どうした。失礼ですが、のび君のお母さんの学歴はどの学校の中卒ですか。失礼やな。すごい鳴き声。またジャイアンに泣かされたの。そんなことより見てみて、脇毛生えてきたよ。黙る機会。まさかその程度の怪我で学校休むとか言わないでね。やったんお前やな。目が前向きについてるのはなぜだと思う。前前進むためだ。まあ横についてますけど前に進みますよね。のび太が悪い。力が欲しいか。欲しいです。男は背中で語るもんだ。かっけえ。足立子育てパスポート。全員大人じゃねえか。あ、ツッコミ取られた。最近この辺で下半身丸出しの変質者が現れるらしいよ。おめえだよ。ここは父さんの部屋だったのか。まだ傷も落書きもないね。でも誰もいないよ。親がいなくてどうして僕が生まれたんだ。やっぱり拾われたのかね。まあ嘘嘘、拾わねえよこんなの。うん、とどめ。遊園地のコーヒーカップの遠心力が凄まじすぎて乗ってた田中と山田が行き化した。山田、暖炉はおならでダンロップと一発ギャグを披露した田中がダンロップとは思えない滑りを見せながらガス爆発した。誰か仮装してやれ。嫌われ者の田中が転校することになったのでクラス全員で寄せ書きを渡した。涙で前が見えんな。田中菌と言われて不登校になっている田中を学校に行くように説得へ向かおうとする教師たち。おい教師。いいか、歯医者は怖いけどな。大きくなったら一人で来なくちゃいけないんだぞ。田中さんどうぞ。じゃあ行ってくる。おめえかよ。鉛筆を5本ずつ配ると3本余り、9本ずつ配ると13本不足します。配るの下手か。すいません。なんでみんな気づかないんだよ。何十年繰り返せばこの時の螺旋から抜け出すことができるんだ。勘のいいガキは嫌いだよ。静香ちゃんは思いました。2人とも可愛い格好しちゃって、くっちゃくっちゃくっちゃ。食ってる。さあ自然界にお帰りって放ったピラニアがアユやヤマメや北島康介を食らい尽くしていく。あいつ野生なん。何、バルタンって呼び捨てにされると、バルタンって呼ばれてるみたいで嬉しいって。かわいいなお前。かわいいなお前。全部読んでないけど多分田中が悪い。そうだそうだ。焦って後頭部を強打したたかし、つぼった田中、突っ込むユナタ。あと一人で学級閉鎖という時に体調不良を訴えた田中に敬意を表する。田中ありがとう。田中さんとこの奥さん質素な格好してるけどね、相当溜め込んでるらしいわよ。まあ頬袋に。まあ本当や。開会式、玉入れ競争、綱引き、大玉転がし、 50m 走、障害物競争、 50m 走再開、田中くんのゴール、閉会式。田中遅。何を待っている、何を信じてる。いつも定時に帰る田中は2月14日だけ一向に帰る気配がない。帰れ。漆黒の翼を捨て返し、暗黒からの使い魔、バルムンクフェザリオンです。どうも田中です。どうもユナタです。ロマンチストで有名な田中の、月が綺麗だな、からの、でも僕らが今立ってる地球という星が一番美しい、絵の流れがうざい、角度えぐ。そう来たか。新聞配達の田中が合コンで仕事を聞かれ、マスコミ関係です。ずる。おお、入れる前に出すとは情けない。はあね。よくもやってくれましたね皆さん、とバイキンマンの口調が変わった。フリーダさん、おっぱいビーム。旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の父だよ。ラーマヤーナではパイオツの矢とも伝えられているがね。ちょっと食らってくるわ。ピザの量が少ないわよ。あいにくですがピザじゃなくてピッツァです。ピッツァじゃなくてピッツァです。いけピカチュウ、10万ボルトだ。セーブした。してないです。今すぐしてこい。味付け海苔ってすげえよな。味付け海苔でワンランク上の自分に。味付け海苔最高さ。味付け海苔のおかげでモテモテです。なれるか。お母さん、僕将来 YouTuber になりたい。将来ってあんたもう42よ。あ、心が痛い。2人殺した人を、2人殺した
僕が。あ、でも死者購入したら0人か。切り捨てんな。おめでとうございます教授、あなたが人生を捧げて書いた論文がライトノベル新人大賞を受賞しましたよ。何書いてたんや。忘年会でハト出す手品するわと言ってた田中さんが当日一切喋らない。パワープレイすぎやろ。チャイムと同時に食堂へ走る田中。じゃあ捨ててこい。人という字は支え合わなくてもできるからと言い張る田中の姿が見てて辛い。誰か支えてやれ。仮にも試合中だぞ。そんなものをグラウンド内で口にしていいと思っているのかね。一体何を考えて野球をやっているんだ。監督すみません、でも田中のバットがあまりにも太くて大きくてついついちゃうわ。パタタタタタタタパタタタタタタタ。かわいい。みんな来たか翼。みんなでもどうしてお前が僕が見えるの。アニメ変わった。あなた分かっとる。 2.8km 先に狙撃兵が2人じゃろ。ええ、もうタラちゃんが向かいましたわ。タラちゃんとは敵も不運じゃろう。骨も残らんて。まだまだ荒削りだが潜在能力はカツオを超えとる。これでサザエがいてくれたらね。母さん、裏切り者の話はやめんか。それより母さん、ティッシュを持ってきてくれんか。しこっとるやないかい。田中の絵日記に毎日出てくるこいつはなんだ。ドラえもん。貴様、使命を忘れたのか。え、あ、今は田中タマです。何が使命ですよね。そっちかい。ふーん、田中って結構男らしい匂いするじゃん。何してんねん。田中から借りた DVD ポニーテールと多国籍乱行騎乗位美脚と美尻の誘惑が何一つ間違ってない。コンパスを忘れた田中がとんでもない手段に出た。そのまま行くんか。テロリストは3人組、銃で武装しているが、数学の教師歴40年の田中先生より分かりやすい授業をしてくれた。授業してくれたんや。後悔してるヨシコ、無職の秀樹、全部知ってて楽しくてしょうがない田中。楽しそうやな。ああ、みんな俺のせいかよ。じゃあどうすりゃよかったんだよ。あと一人学級閉鎖というところに投稿してきた田中。帰れ。腹減ってるから寿司20皿余裕と豪語していた田中が9皿終えた時点でピタリと動きが止まった。わかる。田中の輪ゴム遊びが今日の世界を魅了する。神、僕の下で働いてみる気はないか。バイト先が決まった田中が完全に調子に乗ってる。ワクワクすっと。出没してんのは人間の方だろうが。すんません。おい、山ちゃんがいるぞ。え、やれ。わかった。とどめてこんちくしょう。ゴー。ちゃんちゃん、なぜマイナスかけるマイナスはプラスになるんですか。後ろ向いて後ろに歩いてみろ。天才か。なんと 95% の人がさすがにあやたかではないと答えた。 5% あやたか、なんということでしょう。リフォーム中に亡くなったおばあちゃんの足が匠によっておしゃれなタブレットスタンドに生まれ変わったのです。カメラ止めろ。うむ、この味なら毒が入ってるとは気づかないだろう。バカ。吉田沙織、霊長類最強女子の考え方、迷ったら暴力。超逃げて龍崎。おい龍崎。大変だ。ライト君早く人工呼吸を。ライト君急げ。いただきます。なしてんねん。お父さんスイッチ。ややだ。何があった。夜も静かかどうかはあなた次第よ。おっと、少子化対策のため一夫多妻制が導入されたらあなたはどうする。余る。しかし回り込まれてしまった。ザキ、グッグッグ、トントントン、グッグ。こりゃあすごい。腰があって美味しそう。立派なうどんだ。もうすぐパンが焼き上がるよ。うどんちゃうんかい。バスケに新しくできた本当にいらないルール、諦めなければ試合終了にならない。地獄や。いや、ちょうどいいところへ上がってくれよ。出来すぎさん趣味でお料理作るんですって。試食して批評を聞かせてよ。こりゃあうまい。本当おせちじゃなくて。うまい。悔しいけどうまい。やっぱシャバの飯はうめえな。お疲れ様です。予約10時でお待ちの田中様。はあ、田中さん、さっきからずっと一行目を繰り返してます。分かっとるわ。真面目か。笑えや。笑えるか。そうなん、9日目、みんなで最後にカミングアウト大会。一人目の田中の弓の笛でチンコこすったにドン引きしたところで吹雪が晴れた。そうなんですね。なぜならランクが違う。君と僕らは違う人種。最近真剣ゼミを始めた田中がおかしい。それもゼミでやったところか。おい、ちょっと待て。一人ぶつかっといて挨拶はなしは何なので。はじめまして、こんにちは。私田中と申しますが。挨拶できて偉い。なんでお前ずっと見てたん。台本に書いてたから。未来に帰ったドラえもんが辛くなったら開けろと渡した箱に入ってた。アウト。僕に任せてくれ。何、負けるもんか。ああ、のび太が対決。す、どう。結構ダンスあった。可愛いな。アスラリサイタルは中止だよな。当然だよ。できるわけがない。こんなに嬉しいことはない。夢じゃないかしら。ジャイアンが風邪をひいて。私は車でひいた。やりすぎや。ダメやってんのに分かんないのか。その態度はなんだ。嫌でも野球させる。 PCR 結果待ちなんです。話してやら。消毒しなきゃ。ピ、異次元の少子化対策。使う相手をよこせ。何かが違う。家族団らんの夕飯なのにどこか違和感が。そうか、橋がないんだ。そこじゃねえよ。美味しかった。イカジメイロ。苦しかった。
ハロキリゲームだ。どんな学校？彼氏と弟に手を振ったら変な肉団子が嬉しそうに手を振り返してきた。本当や。敵の効果に心打たれる田中。何してんねん。問1、この時の川瀬さんの満足度は 80% である。さて田中さんの様子がおかしいですね。死ぬぞ。おい田中のやつ携帯忘れてるぞ。誰か連絡してやれ。どうやって？先生が作った連絡網をよく見たら、田中一人がクラスメート全員に連絡する構図だった。田中頑張れ。わかる、わかる。ルークスカイウォーカー、わかり哲也。田中の年賀状がわからない。何もわからん。リア充爆発しろ。キモータ凝縮しろ。キモータだがリア充でもある田中は、途方もない時間爆発と凝縮を繰り返した。宇宙の誕生である。田中が宇宙？山田さん、若いからってノーメイクは非常識よ。田中さんはメイクしても非常識な顔してますよ。ヘイパンチライン。選択権なし、田中英雄選べます。田中だけ？田中のリュックサックがでかい。どうなっとんねん。田中ピカチュウ。お母さん、僕の名前ってどんな意味があるの？キラキラネームか。今日は16日だから出席番号16番の田中。と見せかけたお前だ。留学生の16国一。どんな名前やねん。田中が夏休み中の絵日記を1枚にまとめて仕上げてきた。白熊？では続きまして、阿蘇中央幼稚園スイカ組、田中くん、前田くん、木村くん、早乙女くんによる「スイカは甘いな美味しいな」をご覧ください。お前ら顔どうした？授業に追いつけない田中。いけ、いや、いけ。僕立ちます。田中がジェットコースターで狂い出した。あ、そっちの意味か。田中の指紋が神。えぐ、ひでえよ。俺ばっかりこんな。くっそ。今年は2015年だから出席番号15番の田中、この問題答えなさい。1年頑張れ。